さあ2ヒートに分かれて行っています。このクルーザー関係に12アンダー13、16、統合この3本合計によってファイナルスが決まっていきます。2球3球戦、龍之介がいいサーフォー、31、五島春人が2番手龍之介ですから、今日1日で何本走るんだということになりますよね。初めてご覧いただいている方もあれ先ほど龍之介選手出ていたんじゃないのか。そうなんです、これクルーザークラスとね、ダブルエントリーしている選手は本当に休憩時間全くないぐらいのレース感です。いやそういうレースが好きというところもあると思いますけどね、まあ、今回もいいレースを見せていきます4人です。岸、そして小島、トップ2、そして後方無事にフィニッシュを迎えています。